宮内庁は天皇皇后両陛下の長女、愛子さまが初めて出席された園遊会の写真を公式インスタグラムに投稿しました。映像、園遊会に出席した愛子さま、赤坂御苑で23日に開かれた園遊会には天皇皇后両陛下に加え、長女の愛子さまら10人の皇族が出席されました。宮内庁は23日夜、 公式インスタグラムに両陛下に加え、愛子さまや秋篠宮ご夫妻ら皇族方などの写真を投稿しました。園遊会に初めて出席した愛子さまは、現代美術家の横尾忠則さんと飼い猫について、俳優の北大路欣也さんとは、就職した日本赤十字社での恵まれた出会いについて懇談されたということです。ANN